さんこんにちは、インターン生のイヒラです。第4回はアイドルマスターミリオンライブについて話していこうと思います。まずはアイドルマスターミリオンライブは2013年2月27日にリリースされたソーシャルゲームがきっかけでサービスが開始されました。2017年6月29日にはスマートフォンゲームアイドルマスターミリオンライブシアターデイズ、略してミリスタがリリースされました。ここからは主にミリスタのゲームを紹介した方がわかりやすいので、ミリスタについて紹介していきます。ミリスタはナムコプロライブ劇場を舞台に、初代のザ・アイドルマスターナムコプロオールスターズの他に新たな後輩たちミリオンスターズが登場します。ミリスタも前回お話ししたデレステと同じくリズムゲームなので、基本的な内容はデレステと変わりません。そのためここではデレステとの違いやミリスタにしかない魅力などをお伝えします。まずミリスタに登場するキャラクターアイドルはナムコプロオールスターズが13人、ミリオンスターズが39人の計52人です。デレステと違い、比較的所属アイドルが少ないため、登場アイドル全員にボイスがついています。なので所属アイドルとのコミュニケーションをすべてボイス付きで楽しむことができます。またデレステのコミュは静止画なのに対し、ミリスタは動きが多いため臨場感のあるコミュになっています。またデレステと同じくミリスタも頻繁にイベントが開催されています。ミリスタの場合、イベントが終わるとユニット衣装が用意されていて、特定の条件を満たすと取得することができるので、さまざまなライブに自分の衣装を着せることができ、とても飽きずに楽しむことができます。私はミリスタの楽曲がとても好きで、どれも私の胸に刺さる曲ばかりです。曲を聴く頻度もミリスタの楽曲がとても多いです。曲が好きすぎて道を歩いている途中でついつい歌ってしまうほどです。ゲーム内で1年に3本ザ・アイドルマスターシアターチャレンジとして、様々な映画のテーマに沿って私たちプロデューサーが敵役を投票するイベントが開催されています。とそれぞれの役で得票数が高かったアイドルを実際に出演し映画撮影をするという企画を開催しており、私はこのイベントが一番好きで、この映画に合わせた楽曲も新たに作られているので毎回楽しみにしています。この映画をもとに作られたボイスドラマもイベントが開催された数日後に楽曲として CD として発売されています。実際に聞くとしっかり作られていてとても面白いです。いつかボイスドラマだけでなくアニメーションも作ってほしいなと思っています。先日アイドルマスターミリオンライブのアニメ化が発表されたので、放映されるのを楽しみに待っていたいと思います。次回はアイドルマスターシャイニーカラーズについて話したいと思います。この動画が良ければチャンネル登録といいねお願いします。ご視聴ありがとうございました。